ありがとうございます。嬉しかったですよね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。もう戻ったね。ありがとうございます。疲れました。ただただ。あのね、やっぱりみんなとこういう仲間がタイミングよく集まったということはやっぱりね、あの運です。その運ってのはあの使っちゃいけない言葉なんでしょうけど、猛気不足っていう言葉ご存知です？めくらの亀がね、海の底から100年に一遍上へ上がるんです。そこへたまさか浮木が浮いた木が来て、それとブスか、そのくらい奇跡的な出会いで集まった連中がお互いの運を試して、日頃の訓練を試した結果がこういうことです。途中は結構やっぱ辛いところありますか？ありましたね。すごかった。若も風と波がもうこんねり、僕はあの2年ほど前に津軽海峡を渡ったんですけど、その時に津軽よりひでえなと思うぐらい今回はすごかったです。ただまあ後半ね、ちゃんと沈まって、うん、奥様も出て、うん、よかったです。頑張ってください。次はね、モロカイ海峡をやりたいと思ってます。そうですね、あのもう波、スタートから波がめちゃくちゃきつくてですね、あの急に心がちょっと折れたんですけども、まあ、みんなで励まし合いながら夜明けを待ってあの泳いだっていう感じですね。でも途中やっぱりその波がすごくきついところがあって、かつ雨も降ってきてですね、あのちょっと皆さんコンディションが途中心配だったんですけども、まあ結局あの9人で無事歓迎できました。というのもその新潟に近づくにつれ天気がすごく良くなったので、まあ、そこ最後は天気も味方につけれたなと。で海も穏やかになってきてですね、いろんなことが最後になってあの天候が味方してくれてすごく良かったなっていうのがみんなの感想で、無事5
5分ほど前ですけど勧誘できてよかったです、ありがとうございますはい、第一駐車の真っ暗な海に午前2時に飛び込みましたが、無事スタート公式スタート認定を経てですね、無事スタートすることができました。一応第一泳者としての仕事は果たしたかなと思ってます。はい、違いますか？違いますね。やっぱり、一つは距離が長いっていうのと、あと天候や波、そのコンディションが常に変わり続ける、オープンウォーターとは少し大きく違うなっていうのが正直な印象です。そうですね、やっぱりその、チームで励まし合って、泳いでる人間を応援しながら、また船の上では船の上でいろいろと今後のこう進路だとか海のコンディションとか携帯で天気をチェックしたりとか、いろんなことがチームワークチームとして、励まし合ったり声かけ合ったりっていうのが、それが一番の醍醐味かなと思いました。ここは一人で参加する、イベントと違うなっていうのが一番大きな印象です。とりあえず今はお風呂に入りたいですそっから考えたいと思います、はい、ありがとうございます。